ロビーカード、海底のビーナスとは、1924年公開のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督は、ジェームズ・アル・サリバン。主演は、アネット・ケラーマン。ケラーマンの母親で、クラシック音楽の作曲家、アリス・チャーボネット・ケラーマンが脚本を書いている。撮影は、ニュージーランドのネルソンにて行われた。水中撮影がふんだんに使われ、海底の生き物たちは、 プリズマカラー方式で色鮮やかに表現されている。2004年、アメリカ議会図書館により復元された。人魚の異名を持つ乙女翔奈は、南海の小島マネアで、真珠採取で生計を立てる白人ロイヤルの娘として、豊かな自然の中で、のびのびと暮らしている。ある日、島の沖に豪華ヨットがやってくる。好奇心から泳いで、 船に乗り込んだショーナはそこで金持ちの息子ロバートと出会う。ロバートは一目でショーナを好きになる。ヨットの出港の時間が迫り、ロバートはショーナに再会を約束して去ってゆく。ロイヤルの友人のドレーク船長は、原住民を騙して、真珠の密売を企み、手先の原住民にロイヤルを殺させた後、ショーナも狙う。ショーナは海に逃げたものの、ドレークの船に拾われ、 船室に監禁される。しかし、その船には、ショーナとの再会を果たしたいロバートが船員として乗り込んでおり、二人は無事脱出し、ドレークの野望はくじかれる。海底のヴィーナスキネノテ、ハット IMDB エントリー、ハットプログレッシブサイレントフィルムリスト、v n u s o f t h e s o u t h s e a s a t s i l e n t e r ニュージーランドフィルム1912から1996バイヘレン・マーチンサム・エドワーズ P33 019 558336 1ありがとうございます。